ます、はい、でそちらの方が地熱源になってますので、どれあの行けるところだけでいいのでそちらまで行ってください。そこからもう息をもらいます。すごい、はい、懐中電灯ない方おられますか。はい、懐中電灯お願いします。うわ、やばいです。マジ暑いの、はい、寒い。うわ、懐中電灯どうぞ。はい、ありがとうございます。うわあ、これか、そうか、大丈夫でしょ。下の方は次行きますので、はい、ここもきっと塞がってるんだな。すいません、1号車の方で懐中電灯の後ろの人にお渡しください、はい、はい、お願いします。じゃあ車が突き当たりまで、あ、すいません、突き当たりまで行っていただきます。そしたら突き当たりを左に、まだ涼しいな。うわぁ、前回のところで引き返してきてください。暑い、はい、こっち大丈夫、お願いします。はい、はい、あ、やばいと思ったら引き返してくださいね。やばいですよ、これ。うわぁ、やばいです、私。暑い、暑い。いやいや、すごいよ、これ。あー、メガネ曇ってきた。うわ、いやすごいな、サウナだ、サウナだね。やばい、これデジカメ大丈夫。もういや、私ママちょっと私引き返すわ。すげえ。あ、メガネは曇るね。いやー、あっちこれ、うわあぜあぜ、まだ通れるの。あ、ここで行き止まりか、はあ、すごい、すごいな、はあ、ここまで、どこまで、今そこで行き止まりですよ。なんか、すり鉢山を掘るときに確か5人1組で49度ぐらいある中を24時間掘って1メートルぐらいしか掘り進めなかったっていう話です。すごい。で、今度右の方にお願いします。あ、涼しい。ここの方は縦穴が掘られてまして、はい、空気の入れ替えがされるようになっている特殊な工事になってます。この明かりすごい頼もしい。ここは天井高いとこ道なりに行くと、あの出口に出られます。お、行こうぜ。じゃあ行きましょう。うん、ムカデさっき何匹そんないなかったから大丈夫だよ。そんなってことは言ったんですね。嘘、嘘、嘘。天井高いところ道なりに行くと外に出られます。うわ、これドラム缶じゃね。え、これドラム缶だ、当時の。本当だ、きっとお風呂に使ってたんじゃないですかね。いや、水溜めてたのよ、水を。本当にもありますよ。お、本当だ、なんか。うわ、そっち行くの、こっちじゃなくて、あ、こっち行き止まり。行けなくはないけど、怖、あんまちょっとライト機能出してほしいんですけど、私がいいから。一回なんかライト消してみません？どんだけ真っ暗か。あ、いいか。怖え。何も見えないよ。よくここで生活しようと考えたな。すごいな、本当迷路だな。足元岩があります。空気が抜けられるように。ああ、なるほど。あ、そういうことか。てか、これ迷いません？迷うよな。うわ、背が高い方なんでしょ、ここ。ですよね、これね。うん、他はだってこれ病院棟みたいな。うん、行きましょう。行こう行こう。ムカデ気をつけろよ。ムカデいるのか、もう帰りたいですけど私。でっかい、大丈夫、ちっちゃいムカデだって言ってたから。あ、あー、なるほど。あ、戻ってきたんだ、ここに。おーい、あ、涼しい。あー、涼しい。おい、ママ、何ぐるぐる回ってんの。す
すごい。これすげえ大冒険。瓶がいっぱいある。ああ。凄まじい。はい、どうぞ。あ、すいません。あ、どうぞ。めちゃくちゃ熱い。本当。いやいや。めちゃくちゃ熱い。びっちょりだ。そうなんだ。割り手で置いてこうかな。よりやばい。